立ち話は危ないですね。危ないですかね、あの、階段っていうのは座ってやるのと立ち話。ちょっと汚い言葉ですけど、我々は、あの、立ち本階段って言うんですけどね。はい。あの、座ってやる階段だと発言要領をお互い準備していくわけなんです。ああ<ー>。それに対して、立ち上が、あの、座って発言要領を準備してやり取りすると、大喧嘩になることは確実と。はい。そういう時っていうのは、あの、あえて、すれ違った時に一言は挨拶で、ああ、ご機嫌いかがですかこちらも、と。 そういう手で済ませるんですけども、中国はその時に実質的な話をしようとしてる。はい。要するに尖閣に関しては日本は消しからんと。うん、言いっぱなしにしたまんま、こういう会談があったってことを発表しようとしてる罠ですから。は<ー>それからこの、あの、李ホト次官の、この発言も、ニュースとして聞くと普通のように思いますけどね。え<っ>外交の状況に対してと極めて無礼ですね。 そうですね。だいたいどれぐらいブレーかっていうと、はい、飯田さんの前で私が尻を出してですね、<え> 2>, 2回ぐらいペンペンと叩いて、おめでと会って話すことはねえなと言ってると。これぐらいブレーな話ですね。そう極めてブレーです、これは。は<ー>それですから相手にしなくていいんですよ。あいや別にこっちからお願いして会う必要はないと。言ってピシッと切って、はい、G20 は、あのー、ちゃんと若い連中に通路を調べさせて、すれ違いもしれないようにすると。は<ー>これぐらいでやった方がいいです。なるほど。これはもう、あの、喧嘩売ってます。 喧嘩結そうすれば日本が手をすり足をすりで、お願いです、5分でもいいから会ってくださいよ、と。うんこんな風になるかもしれないと。はい、ならば尖閣に関しては我が方の言い分を聞くだろうなと。そうすれば今回だから許してやるみたいな、こういうことをやろうとしてるんですよ。<ー>だから中国はダメなんです。うん。だからダメ。こう,こういう小細工をするから。はぁー。結局、その、だからロシアなんかと比べた場合ですね。ええ、外交の成熟度が違うんですよ。はぁー。 子供なわけですか子供です。うん。しかし、これ、いつまでも、こんな中国は、日本に対して強気の態度を続けてられるものなんですか続けるしかない。それぐらい弱いっていことなんでしょうね、今の中国が。それは中国、習近平政権がということですか習近平政権もそうですし、習近平じゃなくても、誰がやっても、今中国は内部の問題がたくさんあるから、うん、日本を敵のイメージにして結束するしか、シナリオはないってことなんでしょうね。ああ<ー>。ですから、そこにアメリカや、はい。あの、韓国を巻き込んでこうとしてると。 それを切り離していくっていうところに我々の戦略を置かないといけないわけですよ。あこれ、9月って言うと、ちょうど、それこそ立ち話って言えば、去年の、おあれ、ウラジオストックでしたっけあれで大失敗したわけですからね。あそれを乗の前をしちゃいけないと。そうです。ですから立ち話もする必要はない。<ー>特にこういう無礼なことを言ってきた後はですね、無礼、はい、なことには無礼な対応をすると。なるほど。 しかもこの時間給ぐらいの人間が、首脳会談についてここまで踏み込んでるっていうのは、外交の常識からどういう国かってことですよね。<ー>本当になってないですよ、この国は。うん